TGC コラボ、ダイソーワイヤレスイヤホン。ダイソーではこれまで様々なワイヤレスイヤホンが発売されてきました。新たに発売されるごとに充電端子や連続再生時間、対応コーディックなどドラゴンボールのように進化。果たして今回発売されたイヤホンのスペックや音質はどうなんでしょうか。この動画では過去に発売されたダイソーワイヤレスイヤホン4台とスペックや音質を比較しています。ぜひ最後までお楽しみください。モデル、タレント、アーティストなどが多数出演する史上最大級のファッションフェス、もちろん私は呼ばれてませんが YouTuber も出演しています。というか男性視聴者 90% 誇る当チャンネルが TGC コラボ商品って需要あるんでしょうか。今回ご紹介するイヤホンの特徴はこんな感じ。ワイヤレスの弱点である映像と音のズレを最小限に抑える便利な機能。遅延時間は 0.06 秒。一刻堂さんみたいに声がズレるのを防げます。イヤホン単体で約7時間、充電ケース込みで約18時間の再生が可能。初代のダイソーワイヤレスイヤホンは最大10時間再生でしたが、最近は21時間とか24時間もあるので、もうちょっと長かったらもっと良かったかも。カラーバリエーションは全部で6色、どれもきらめきカラーって書いてあるんですけど、ラメかなんかついてるんでしょうか。今回は男性でも使いやすそうな白と水色のツートンカラーを選びました。それでは開封していきましょう。イヤホンはこんな感じ。きらめきカラーという割には普通の白ですね。ラメとかはついてませんでした。全体的に指紋が目立ちにくそうなマットな質感ですが、こちらのタッチセンサーの部分は光沢感があります。耳につけるとこんな感じ。結構フィットしていて、ちょっとやそっとじゃ落ちません。タッチセンサーの部分がシェイプされているので、付け外しの際に誤操作するのを防げそう。やや小ぶりな充電ケースはマットなホワイトカラー。フロントに充電端子の穴が開いてます。こちらはストラップをつける穴でしょうか。バッグにつけても良さそうですね。蓋は磁力強め。中は可愛い水色になってます。このイヤホン、ハンズフリー通話機能がついているので、通話用マイクの音を確認していきます。比較として過去のダイソーワイヤレスイヤホンもご用意しました。現在マイクをテスト中です。聞こえ方はいかがでしょうか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 。それでは音楽を再生して音質を比較していきましょう。比較するのはこちらのダイソーワイヤレスイヤホン5台。スペックはこんな感じ。今回ご紹介したイヤホンは連続再生時間やコーディックなど特に進化してる感じはありませんが、ゲームモード機能で音ずれが軽減されるのはいいですね。肝心の音はどうなんでしょうか。それでは行きましょう。
TWS-001 は伸びのある心地よい低音、002のすっきりとした繊細な音もいいですね。3202は若干音の粒が粗い気がしますが迫力のある音、ゲームモードや最大音楽再生24時間はすごい。8797はクリアで明るく華やかな音。今回ご紹介した4117は楽器やボーカルの再現性が高く臨場感のあるサウンドが楽しめました。防水やノイキャンはついてませんが1000円でこのクオリティはすごい。ワイヤレスイヤホンって2、3年でバッテリーが劣化するので音や機能に不満がなければこれで十分ですね。それと小さくて本当に落としやすい。高価なワイヤレスイヤホンをなくした時の絶望感は以上です。今回ご紹介したダイソーイヤホン、メインで使ってもいいですしサブ機として持ってても便利。なくしたり壊れても財布に優しいコスパ最強のイヤホンでした。もう少し予算があればアンカーやイヤーファンもおすすめ。ダイソーイヤホンより音が向上しますし再生時間も長く防水機能や専用アプリもついてます。しかもイヤーファン Air2 は高音質コーデック LDAC に対応しているのでハイレゾの音を楽しめます。どちらもセールで結構安くなったりするのでぜひ概要欄のリンクでチェックしてみてください。